心診療所チャンネル。ご質問にお答えします。今回は適応障害を何回も繰り返してしまいますになります。よろしくお願いします。今回お受けしましたご質問は、適応障害を何回も繰り返してしまいますということになります。まずシンプルなお答えとしては、確かに不運が続くこともある。ただもし背景が何かあれば、その調整をしてみてくださいということになります。今一度適応障害について振り返っていきます。別名適応障害はストレス反応とも言われます。ストレスに反応してうつ症状などが生じてくるものになります。この中でストレスは、環境などの外的ストレス、あと対処方法などの内的なストレスが想定されます。で、治療の主なものはやっぱりストレス対策になります。具体的には外的なものに対しての環境調整、あと内的なものに対してのストレスマネジメントが主体になってきます。ここで適応障害におけるストレス、大きく言うと2つの要因があるというところを見ていきます。1つ目が外的な要因、環境ですね、環境との相性というところです。2つ目が内的要因、ストレスが溜まりやすい何らかの背景ということになります。で、これどちらがメインかというところで、対策を取っていくということになるんですけれども、もしも適応障害を繰り返すならどうかということなんですけれども、まず前提として、確かに不運、運が悪いということは繰り返してしまうこともあります。なので基本的にはあまりご自身を責めすぎないでください。その中でただ振り返ってみて、もしそういう内的な要素、何か調整できる要素があるとすれば、それが有効になることがあります。ではこの内的な背景というのはどういうものがあるか、主なものを3つ挙げますと、1つ目が考え方や行動の癖、2つ目が自己肯定感の低さ、3つ目が発達障害の可能性ということになります。ではこの3つを少し詳しく見ていきたいと思います。1つ目としては、考え方、行動の癖ということですけれども、代表的なものが3つこれから挙げていきたいと思います。1つ目としては、考えすぎてしまうということです。自分の中で考えすぎて堂々巡りになってしまうことによって、どんどんストレスが膨らんでしまうということがあります。こういった場合は考えすぎないということ、一番シンプルには、考えすぎそうになったら何か別のことをして、考えすぎを一旦切るということがあるかと思われます。2つ目が、ある種の完全主義、自分を責める癖ということになります。完全でなければならないなどを背景にして、自分で自分を責めてしまって、ストレスをかけてしまうということになります。これに関しては、別の見方を探すなど、完全じゃなくてもいいと、8割でもいいというところの考え方をする、癖をつけていただけるといいんじゃないかと思います。3つ目としては、ストレスの発散が少ない行動パターンということになります。日々生活する中で、どうしてもストレス溜まってしまいますので、日々発散していくのは大事なことなんですけれども、発散が少ない行動パターンですと、なかなか日々溜まりやすくなってしまいます。そうした場合は、行動パターンを見直していきまして、より発散するということを日常の中に取り入れていただけるといいんじゃないかと思います。2つ目の内的な背景としては、自己肯定感の低さがあります。幼少期にいろいろ不運があったなどを背景にしまして、自分を信じにくくなってしまうと。その結果、ストレスが溜まりやすくなったり、ストレスに反応しやすくなってしまうという方をお聞きすることがあります。ここに対しては、対策というのはなかなかすぐには難しいんですけども、土台としては、まず日頃のストレスや疲労の対策を日頃から取っていって、溜まりにくくするということを土台にしながら、徐々にでもいいので、うまくいった経験を徐々に積み重ねていって、徐々に自己肯定感を上げていくというのが現実的な対策になるんじゃないかと思われます。3つ目が、発達障害の可能性になります。環境の中でうまくいかないということを繰り返す場合、時にいわゆる ADHD や自閉症スペクトラム ASD を背景として、環境とうまくマッチしない、うまくいかないということが繰り返されている可能性があります。この場合は、診断を受けてその特性を理解するということが対策になり得るというところがあります。で、発達障害と幼少期、子供の頃からそういう不注意であったり、こだわりであったり、そういった傾向があることが一般的とされますので、幼少期のことを振り返ってきまして、そういった傾向がもしあるとしたら、一度受診をして、必要があれば検査などをしていくというのも一つの案かと思われます。今回は適応障害を何回も繰り返してしまいますということを扱ってきました。適応障害を繰り返すとき、時にストレスの対処の癖など、ストレスの溜まりやすさなどの内的な背景があることがあります。
もし考えの癖や自己肯定感の問題がある場合は、そのことに対して焦らず徐々に取り組んでいくことが大事かと思われます。人によっては背景に ASD や ADHD などの発達障害が背景になる可能性があります。その場合は、もし幼少期を振り返ってそういった特性が可能性がある場合は、受診をして一回しっかり調べるというのも一つの案になるんじゃないかと思われます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。